田さんの顔よりも全然でかいしたぞ。25以上あるんですか？30弱ぐらい。行ってきます。これがもうお店で使ってくる。そうです、うち自慢の大エビフライですね。20センチでが大体平均なんで。20センチ、これ以下は多分出さないですね、基本的には。20センチ以上のエビを使う。そうです、お店始めてお客さんの印象に残るものが良かったんで、見た目のインパクト、食べた時のインパクトで大きいものはやっぱ一番印象に残るのかなと思って、やり始めたきっかけはそこです。岸田さんの顔よりも全然でかいしたぞ。だいたい平均1日3ケースぐらいやるから130本ぐらいやっとかないと持たない。エビが有名だから三河湾は。ずっと料理業界になるんですか？実家が飲食店やってて、和食なんですけど、はい、高校入る前くらいからそこでバイトしてて、だ僕あの海鮮アレルギー持ってて、あの生まれつき海鮮がダメで、はい、アルバイトはしてたんですけど、はい、なんか料理やるつもりはその時全くなくて、両親も体のこと知ってるもんで、はい、ホールの方でバイトだけしてたっていう感じで、はい、高校卒業する時くらいに何やろうかなっていうのを決めてなくて、はい、兄弟4人いるんですけど、はい、飲食店やりたいっていうのが兄弟誰もいなくて。あ、そうですか。あ、そうです、アルバイトもしてなくて他の兄弟は、はい、で僕だけやってたけど、まあ、体のことあるしなっていうのもあって、はい、思って話したけど、まあ別に経営するなら、はい、あの別に味見なんか信頼した人に任せればいいんじゃないみたいな、うん、やっぱ潰したくはなかったんで、はい、あの実家自体は、まあ、そっち側に回って継げるなら継ごうかなっていう感じで最初始めました。高校出てから滋賀県に最初行ってて、はい、他の飲食店見てこればいいみたいな。じゃあいずれはご実家のお店を継ぐ予定で。あ、そうです。あ、そうです、そうです。今言ったら修行中というか。そうですね、あの自分で一回代表みたいな感じでやってみなみたいな、上立って、まあ、やり方覚えないみたいな感じの、さあ若いうちに経験してた方がいいよみたいな。でもだから味見がここでうちできないんで自分で、はい、味とかはもう他の試食に任せてます。これどうですかとか言って新しいやつ作っても自分で食えんもん作ってるもんで、いや自分が出してるもんの味が分かんないっていうのは、まあ、変な気持ちになる。正直これどんな味するんだろうっていうのは、まあ、気になったりはするんですけど、僕はもうだからスタッフさんとの信頼で。あ、そうです、そうです。もうみんなここにいる人もずっと僕がここ始める時からいてくれてるんで信頼できますね。助かってるんで、めちゃくちゃ。メニューとかはじゃあ西田さんと考えるとみんなで。僕最初は僕だけですね。1年目2年目とか僕だけで、僕食べれないもんで、食べれる人たちどういうのが食べたいとか
こういうのあったらいいんじゃないみたいな話し合いはしつつやりましたね。はい、行ってきます。よし、
ありがとうございます。ありがとうございます。授業かな。より行ってきます。いらっしゃい。もう蓋は閉まってないですよ、毎回。あそこで多分閉めてくれるから、見れば開くんですよ。これカキフライと、はい、蓋閉まんないですよ、うちのやつは。これが食べ比べの一番でかい特大のエビなんですけど、特大のエビ、これが一番お店ででかいんですね。そうです。これを投げて、これに、はい、これとこれであの食べ比べてよっていう。虫みたいな。これ大で、これ特大なんです。これ並べただけでも沈みます、ね。もうこんぐらい差がある。すごい。あ、特にでかいやつを選んで、そうか。特にしてるね。エビぐらい難しいじゃない。まあ。エリアがあります。以上あるね、多分30弱ぐらいあるね。より行ってきます。2個です。
よし。13番さんが入った。あ、13番さんね。14番さんから。これ家康殿。はい、行ってきます。よで一番大きいやつどれぐらい？僕が作ったことあるのは45本ですね。45本多分高さこんなもんまでいきます。